皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は、授業がうまくいく人の特徴は自分との約束を守れる人というテーマについてお話をしていきたいと思います。こちらのテーマをですね、話そうと思ったのはですね、私の、コンサルセンさんいろいろいてて、環境とか状況も皆さん全然違うんですけれども、成果が出てる人と出てない人はっきり分かれていて、はっきり分かっていることが一つあったので、それを伝えようと思ってこちらを撮っています。で、結論から先に言ってしまうと、要は自分との約束を守れるか守れないかっていうのが、個人事業主、私の場合は株式もやってますけれども、自分がやる事業を進めていく上で自分との約束を守れるか守れないか、これは長期にわたって考えるとものすごく大きな差がつく話なので、マインド寄りの話になりますけれどもね、こちらの方は事業を推進していく上での心構えとして、一つ防備力的にというか、もう忘れないようにずっとこう片隅に置いててほしいと思って伝えたいお話になりますので、そんなつもりで聞いていただければと思います。まず自分との約束を守るっていう話なんですけど、特にこれのがよくある話が、あれですよ、ダイエットとか、なんかいろいろ三日坊主っていう言葉があるぐらいですね。何かを継続的にしようっていうことを、約束を守れるか守れないかっていう、このテーマが非常に大きいんですね。具体的な例を挙げると、よくきっとコンサルさんとかについた人とか、あとネットでそういうどういうふうに集客していったらいいかとかを調べたことがある人は、見たことある話とか聞いたことある話だと思いますけど、例えばとても簡単な話です。ブログを毎日1個更新するとか、私の場合ですと YouTube とか、動画を扱うことを推進したりとかもしておりますので、 YouTube1 日1個ないしは3個ないしは5個とかあげるっていうことを約束するとかですね。定量です。量の方で、量ですね、アマウントの方の量です。量で、約束をして決めるっていうのが、やったかやらないかが一番如実に出るので、内容の素敵さとか、今回の話から起きます。内容が素敵な方が時間かかるし大変っていうのは分かるし、集客効果が高い、制約効果が高いっていうのは内容が素敵な方がそれはいいんです。だけれどもそこを評価し始めると本当に何もできなくなっちゃうので、まず量というとても分かりやすい評価基準だけで考えます。というとですね、例えば1日1記事ブログを書きましたっていうと、やったかやらないかっていうのがめちゃめちゃ分かりやすいですよね。要はやったかやらないかです。1日1記事のブログが上げられないっていう場合には、何を書こうとしてたか分からなくて、こんな内容でいいのかなとか、書き直してたら上げられなくてとかね、本当に時間がなくてとか、いろんな理由とかあるんですけど、1日1記事上げるって結構大変なんですよ。知ってるから言ってます。本当に例えば動画は私1年で1000本まず作ってくださいって、私の当時のコンサルタントが私にさらっとした顔で言いました。この方さらっとして言うってことは、そういうレベル簡単っていうか、簡単じゃないんだけど、その方が1年で3000本とか4000本やったの知ってたから、そういうことなんだなと思ってトライしましたけれども、何気に大変ですよ。1ヶ月80本の動画作るって、そうしないと1000本ならないんですよ。1日3本です。3本じゃんって思う人いるかもしれないですけど、やってみれば分かります。1日3本365日守り続けるということがどれだけ大変か。祝日とか関係なくて3本ですからね。祝日とか土日とか休みたいと思って、じゃあ例えば私が1週間海外旅行に行くって決めて、その1週間分を取りためようと思うと、21本先に取りためておかないとダメなんです。それを淡々とこなして1000本っていう感覚が1000本なんです。だから量っていうのはとても評価が分かりやすいんですね。で、この評価が分かりやすい量、要は自分との約束ですね、これを守れる人と守れない人は確実に成果が出るか出ないかの部分で大きな差が開きます。なぜだか分かりますか？理由はとても簡単なんです。
例えば1日1記事書いていくのが365本作れた人と、約束を守れなかった、あ、忙しかったんです、あ、家族のこれがあって、え、子供が熱を出して、親が急に病院に行くことになって、いろんな理由あるんですけど、例えばじゃあそれが365本できた人と50本に終わった人がいたとします。この段階ですでに5、7、35、7倍の差がついてるんですね。で、さらにそれをやったかやらないかだけで7倍の差がついてて、こちらの方の中身が恐ろしく素晴らしくいい内容で、全てのクオリティが高いものが作れてたとしたら、この方は全然やってないわけですよね。で、この方さらに内容も素晴らしく、お客様が欲しがる商品とか内容が分かりやすいような記事が山盛りにてんこ盛りにあるとすると、そもそも集客っていう観点から考えた時には、どちらを信じるかって言ったら、こちらの人、通常の人は信じます。そしてそれだけの量を発信しているので、インターネット上とかですね、目に触れる機会が多いです。まあ、SEO 対策っていう意味でね、要は Google とか Yahoo とかで検索で探した人が、この人のウェブサイトにたどり着く可能性が非常に高い。まあ、ブログなのか動画なのか何なのか別としてですよ。で、当然信じられます。だって毎日ちゃんとそれだけお役立ちの素敵な情報を発信している人ですから。そうすると、まあ、まぐれで両方に同じ人がたどり着いたとしますよね。比較したらもう絶対こっち選ぶんですよ。だから結局自分との約束を守れるか守れないかっていう、そういう地道な話なんですけど、守れない人っていつも言い訳をします。時間がないとかね、時間がない、まあ、追い詰めるわけじゃないんだけれども、時間がないって、作る努力をしてみたかっていう話ですね。ブログはちょっと若干難しいですけれどもね、例えばちょっとあまり綺麗な話じゃないですけど、 Facebook のね、投稿とかあるんですけどね、それとか5記事とかって、データ上ね、5記事ぐらい上げるとみたいな、まあ、一時期そういう話があって、でそれを上げるのがそんなにしんどいのかって話で、時間がないっていう人に、トイレで書いてみたことありますかって聞いたことあります。トイレの時間だって座ってるだけじゃないですか。そこで書くとか上げるとかできますよねっていう話まですると、極端なとこ持ってって話をすると、そこまでしなくたって時間あるはずなんですよ、絶対に。だから時間がないっていう人は、じゃあその1分とか作る努力をしてみたかっていう話ですね。いや、休む時間がないとできないから、休むのも大いに結構、昼寝しないと体が持ちません、大丈夫です、睡眠時間10時間ないと私ダメなんです、 OK です。1分の時間を作る努力をしたことがあるのかっていう話ですよね。それが例えば1分が作れたら、次じゃあ3分作ってみようか、5分作ってみようか、1分を10個でもいいじゃないですかね。1分を15個作れたら15分作れますよ。15分あればね、Facebook とか余裕で上げられますしね。動画とかだったら、1分動画だったら慣れてきたら10本作れますよ。とかいう、そういう世界なので、時間がないっていうのは、時間がないんじゃなくてやらないっていうだけをごまかしてるだけなんですね。だから事業とかっていうのは、非常に分かりやすいほど残酷で、やったかやらないかの2つに分かれるだけなんですよ。で、やった人は多分 それに見合った成果と報酬が得られ、やらない人にはそれがないっていうだけです。だから、まあ、行動するかしないかっていうのも非常によく似ているんですね。だから自分との約束ってね、一番大変なんですよ。だって人のことを優先するからです。通常は私だったら私のクライアントの用事を優先するからです。まずそこを解決した上で自分の仕事をやっていかなくてはいけないので、そちらが優先になると、自分のはね、大体当たり前ですけど自分で調整できるから、隙間時間にやっていく羽目になるんですよ。だからそれでもやるかやらないかなんですね。なので自分との約束を守るっていうのがとてもしんどいです。特に開業とか事業を始めた人はこれやらないんですよ。他の人を優先してお客様のためにやってるっていう大義名分において、自分の約束を守らない人がとても多いです。特に教室の先生系とかはその資質が多いです。生徒さんのために、生徒さんのために、お客様のためにっていう言葉が多くてね。あとは目先のことにとらわれすぎるとか、今やんなきゃいけないギリギリのことばっかりずっといつもやってると、先のお仕事ができないから、通常お仕事は長期案件
中長期短期っていうこの3本同時に毎月というか、まあ毎日ですね、動かさないといけなくって、その中の量で勝負する部分っていうのはもう長期案件なんですよ、基本的に。だから先ほど言ったような50記事の人、365記事の人、2年目同じような資質と性質で行動していったら100記事と700記事になっていくんですね。3年目4年目って積み上がってくると、その差って正比例の差じゃなくて放物線的に差がついてきます。二次曲線的に。だからやってない人とやってる人が5倍どころの差じゃなくて10倍とか15倍とか20倍の差がついてっちゃうんですよ。だからうまくいかない人は全然うまくいかないし、うまくいくとはぐーんと伸びるんです。それはそれをちゃんとやったかやらないかっていうのが非常に多くて、それはものすごい特別な技能があるとかそういうことじゃないんです。単純に自分との約束を守れるかっていう、ここに尽きるなと思うんですね。私ね、こんなこと言ってるからあんたはじゃあできてるんだろうねみたいに言われると、できてる部分とできてない部分があります。できてない部分は自分で自覚しています、ちゃんと。でそれをじゃあ今月ここまでできなかった、ちょっとこれが残った、来月それをどうするか、どうリカバリーするか、まあもっと短いスパンで言うと1週間の中でどうリカバリーするかも考えることとか結構ありますよ。まあできればあと1日の中でリカバリーできないかとかね。諦める人は今日できなくてまあ明日やればいいよ、明日できなくて明後日やればいいよとかね、そういうふうに後送りにすると結局やらなかったっていう事実だけがどんどん残っていくだけで何の解決にもならないし、何の前進にもならなくてやらなかったっていう事実が残るだけです。これ、試しにですね、私のクライアントさんにそういうルールをねつけてやってみてっていうふうに自分との約束してやってみてって言ったことがあります。強制的にではなく自分との約束っていうことが大事と本人が気づいたので、じゃあどういう約束するのって言ったら毎日1記事書きますって言いました。でその方と、まあ、2ヶ月後ぐらいにお話をした時に、そちらの方はどんな感じって言ったら30日分溜まってますって言われました。ということは1日1記事ができなくて2日に1遍レベルで上がってるっていうことになりますよね。2ヶ月後に会ってますから、どう取り戻すかですよね。次の月で毎日3記事あれば貯金ができます。毎日やった上でですね。だから記事を書くことが素晴らしいって言ってるのではありません。集客とか事業上を成果と効果があることっていうのが割とですね地味な作業が多かったりするんですよ。毎日これをやるみたいな、毎日これをするみたいな、あとは時間の使い方を考えながら、やっていくとかですね、結構地味なことの繰り返しで、でもですね私が知ってるいわゆる成功してる人、下積み時代もあるのもあるんですよ、あるんだけれども、人たちはこの継続習慣ができてる人がほとんどです。できてない人やっぱり一発やって言われてドーン上がってザーン下がるみたいな、こういうやっぱ感じで上がっていくのが直線というか成長曲線的には非常にいいなと思っているので、私はあまりこうガーンと上げる上げたい時は上げたいんですけどね、こうなるとこうなりやすいんですよ。ここでこう普通じゃないオペレーションがガーッと入ってきちゃって、だからだいたい目指しているのが 1.3 倍から 1.5 倍成長で、ね、年商年収を、クリアしていくっていう地味な上がり方が私は好きです。2倍とか3倍とかもちろん悪くないです、悪くないんだけれども地道な努力がおろそかになりがちと、あとはなんかそういう大きなお金が動くときって大抵自分の実力じゃないケースが多いんですよね。だから分布不相な、力の大きい人に引き上げてもらっちゃったからそれができちゃったみたいな、でもそれってすごい勘違いする人がその金額が稼げた自分みたいに勝手に勘違いする方いらっしゃるんですけど、それは棚からぼた持ち的な売り上げだよって、自分が区分けして売り上げの種別を変えて自分の実力で頑張ったよっていうものとそうでないものっていうのを分かれて考えた場合には、そこをちゃんと冷静に自分の実力を見極めると翌年それが稼げないっていうのが分かっているはずなので、その分を補填するだけの仕事をどうやって作ろうっていうのを謙虚に準備することができるんですね。
だから自分の能力をちゃんと引いた目で認めて、その上でするべき努力をしていくっていうことが必要になってきます。だから事業がうまくいく人っていうのは継続習慣があって、自分との約束を守れる人なので、例えばあなたが何かそういった一つの定量で分かるようなタイプの KPI って言うんですけどね、その定量で分かるような約束を守れたか守れなかったかっていうのをチェックしてみて、守れない率が高いようだったら、まずそれをどうやったら約束守れるかっていう自分に、なっていけるかっていう改善を繰り返していく必要があります。それをすることによって事業が変わっていくので、いろいろねトライしてるけど全然できないですっていう人は、大概いろいろなことが全部中途半端になってて、一つも自分が満足して約束してできたっていうことがないっていうケースが多かったりしますので、ご自身の行動を反省する指針に使ってみていただければというふうに思います。それでは。